実は岡山市東区に潮が満ちると海に浸かる珍しい神社があるんです。はい、亀の姿に見える石を祀った亀岩神社、昨日夏祭りが開かれました。林を演奏しながら巡行する船も出て、海は幻想的な光景が広がりました。なんともいい気持ちですね。4年ぶりに見るから余計嬉しいですね。シャギリと呼ばれる林が夜の海に響きます。4年ぶりに復活した亀岩祭りです。岡山市東区水門町、瀬戸内海に面した水門湾に佇むのが亀岩神社です。満潮時は海水に浸かる珍しい神社で、神武天皇の水先案内をしたとされる亀が祀られています。よいしょ、着いた。オッケー、オッケー。4年ぶりか、楽しみです。久しぶりでも地元のもんがね、こうやって集まってできることが嬉しいことだなと思う。江戸時代から伝わるという亀岩祭り、旧暦の6月15日満月の夜に船でシャギリを演奏しながら五穀豊穣を祈願します。地域の住民総出で船に提灯を飾り付けます。汗だくです。午後8時過ぎ、シャギリ船と呼ばれる2隻の船が水門湾を走り始めました。船ではおよそ30人が笛や太鼓などでシャギリを奏で、神社の周りをゆっくりと巡ります。訪れた人は久々に見る幻想的な光景を楽しんでいました。また情緒のあるああいうね、船で最高ですね。黄色で綺麗だった。シャギリができとったところ、地元なんですよ。姉妹で船乗ってたんです、はい、ちっちゃい頃んですよ。だからすごい懐かしいなと思って、ね、だからやっぱずっと会ってほしいお祭りだなと思って、やっぱり、うん、待ち望んだ伝統の祭り、夏の海に広がるシャギリの音色です。